はい、どうも、あっさです。僕の動画編集者としての育ての親みたいな人がいるんですけど、ストックさんのトリアさんという人で、僕が大学4年生の時に動画編集者として駆け出しで、いろんな案件入ってたんだよね。その時に、ストックさんの末端の編集者として入ったのよ。で、その時の、上司みたいなのがトリアさんって人で、今、ストックさんの YouTube 事業部のイケイケみたいな感じなんだけど、俺はもうその人に、フリーランスとしての立ち回りとか、チャットコミュニケーションとか、動画の品質スタンプとか、動画編集者青笹としての土台を、全て作ったのがトリアさんといっても過言ではないと。へえ、そこまでの上司っていうことですか。そんなトリアさんが今回なんか相談があると、なんか深刻な LINE が来て、そんな深刻な感じなんですか。どうしたんかなと思ってそれを待っているじゃん。内容は聞いてないんですか、 LINE で。あんま聞いてないね。そういうのね、なんかカッコつけてもったいぶるタイプなんで。カッコつけて、でもいい上司じゃないですか。その後輩の前でというか、僕はちゃんとこうやってやりますよみたいな感じで。今回ちょっとそれを待っていると。朝早いからね、ガチ君も。すいません、申し訳ないです。電車で寝過ごして、はい、20分遅刻と。やってしまった、もう二度と。朝の9時だからね。いやー、もうその何の言い訳もないですね。ちょっと早すぎたね。ゴルフ早朝行ってる人にそんな言えない。昨日さ、 DJ 丸脱退見た？あ、見ました。あれやばくない？え、青さんも1ヶ月前ぐらいから知って、悠々と俺は俺だけ知ってるぞみたいな。全然知らなかった。リアル。普通にニュース見て、えってなって。え、そんなレベル？しかも俺前日にさ、 DJ 社長と電話してんだよ。言えよっていう。はいはい。え、言われてないんですか？言われてなかった。これもう青さんあれっすね、1500万帰ってこないですね。帰ってこないね。その前日に DJ 社長が復活しますみたいな、ウルトラバリーで復活しますみたいな。そうそうそう、はい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 、公式 LINE で発表して、それがちょっと話題になってたのよ。世界一の DJ になるっておっしゃってましたね。それについて先に X で触れたのね。まあ社長がなんかこういろいろ言ってるけど、俺は信じてるよと、6500万貸したことも後悔しないよみたいなツイートをしてたのよ。その次の日に DJ 丸脱退。はい、これ無理かもしれない。ツイートして信じてるって言ったけど、これちょっと無理かもしんねーわ。さすがにびっくりしました。しかもさ、もうこれ動画で言ってるからさ、言っちゃうけど、6500万のうちの1500万は3月末に貸したのよ。銀太、借金。そう、銀太脱退の前日。え、あ、前日だったんですか、あれ。まあそれも俺は噂で先に聞いてたの、銀太脱退は。そんなことあるんですか。社長から聞いてなくて言えよっていうふうに、はい、その時も怒ったんだけど。まあ銀太脱退することを知ってたけど、3月末に1500万貸したのね。で、それが4月末に返すって約束だった。はい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 。なんだけど、現在5月20日帰ってきてません。イエーイ。まあでも本当に帰ってこないですね、このままだと。いやー、無理だね。これでもなんか青さんが仕組んでるやつじゃないんですか。一人一人脱退していって話題性作って、いや最後脱退みたいな。俺にメリットなさすぎるじゃん。フィクサーでこうみんな話題作りみたいなやってるわけではないんですか。いやいや、もうその話題で俺1円も稼げんもん。普通にみんなレペゼンでいてほしいよ。ずっと6500万返ってこない芸人みたいな。しかもインフルエンサー活動やめるって書いてたじゃん、 DJ 社長。そうなんですか。インフルエンサーとしてじゃなくて DJ として今後から頑張りますみたいな。そうだったんです、ね、これどうやって返すん俺に。そこはちょっときついかもしれないですね。前の動画でも話したけど、5000万貸したのも、まあ、帰ってこなくてもいいと。まあ、帰ってきても、もちろん嬉しいけどね。帰ってこなくていいけど、話題になるから5000万貸したみたいな。だけど、インフルエンサーじゃなくなったら話題にもなんねえじゃんって。確かに。ふざけんなよ。話題すら。で、これでさ、例えば、DJ 社長が6月3日に復活するじゃん。で、それに合わせて、ヒカルさんのチャンネルに一緒に出るとかね。それで、なんかこう展開作って、ヒカルさんのチャンネルで動画配信キャンプ宣伝できたりとかしたら結構でかいじゃん。確かに、それは大きい。ただ、そういうのが狙いというか、そういう風になんか DJ 社長のインフルエンス力とか話題性みたいなのを期待しての6500万だったのに、はい、インフルエンサーやめる。インフルエンサー活動やめるんかいっていう。それも相談はなし。相談はなし。当然なし。まあこんなもん慣れたもんですよ。こんなのが嫌だったら別に金貸すなって話だからね。間違いないです。いや、すごいですね。こんな感じで変わるもんなんだ。いや、でも丸の脱退はマジでびっくりしたな。いや、もう本当にどうやっていよいよ返すんだ。しかも多分急だと思う、丸脱退は。内部でもそんなことあるんですか。1週間前会った時はもう全然そんな感じじゃなかったもん。え、丸さんは YouTuber として一人でやりたくなったってことですか。いや、まあでもどうなんだろうね。俺もそこは話してないけど、まあレペゼン自体はさ、アーティストとして売れてこうみたいな方針じゃん。で、マル君ってどちらかというとインフルエンサーだよね、イメージ。だからなんかそういうとこなのかなとか、あと彼女問題とか。まあそこがなんかコメント欄ではよく言われてましたけど、青さんの中で一番仲いい人はレペゼンの中で誰なの。社長。社長。え、じゃあちょっとこうなってしまったんですけど、昨日出した動画の比較動画。いや、だからあれだけはちょっと刺繍してもらう、最後に。いや、あれさ、社長は絶対納期守んないから、はい、マル君が勝ったんだけど、マル君レペゼンじゃ
なくなるという事件が起きてやばすぎる。どうしたらいいんだ。最後のリプレゼントしてお願いします。最近こうインフルエンサーと関わりだしたから人生が面白くなったね。どういう面白い。いやそんなだって6500万貸してさ、メンバー続々と抜けていくといういやそれはかなり稀ですけどね。しかも返済日過ぎても一向に返ってこない。しかも元々5000万に関しては12月に返済開始だった。今頃返済終わってるはずだった。そのレベルですね。12月返済開始で12月に DJ たちを失踪えっていう。そうなってくるとその電話機能したんですか、うん、おととい。おとといだ。その丸脱退の前日に。それは何の電話なんですか。その1500万を、まあ、4月30日に返すって話だったんだけど、まあ、5月1日にちょごめんやっぱ無理だわみたいな来て、5月8日まで待ってみたいな。で、いいっすよみたいな感じで5月8日になりました。で、やっぱごめん5月13日までみたいな感じ。はい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 。あいっすよみたいな。5月13日になりました。で、ごめんやっぱ5月20日までってあいっすよみたいな。で、その中で大丈夫ですかみたいな。DJ 社長がウルトラバリーで復活するっていう話の時に、その返済が遅れてるみたいなネタを投稿したかったのよ俺は。もともと3月末に貸したお金が4月末までに返ってこなかったら、もうさすがに俺このネタで稼ぎに行きますよって言ってあったの、もともと3月末にして。はいはい、だけど、まあ普通にレプゼンは好きだし、はい、攻撃したくないじゃん。だから別に5月前半黙ってたんだけど、レプゼンを攻撃する形じゃなくて、このネタ使えないかなみたいな話をしてた。で、結果、まあこのタイミングで返済遅れてる話はあんましない方がいいかなってなって、X にめっちゃ当たり障りのないポストしたんで、6500万信じてますみたいな。その当たり障りのないポストするまでのその作戦会議みたいなの電話してた。あ、なるほど。じゃあ、丸さんがいなくなってたと。そう。で、一応ね、今日5月20日。今日が返済日です。これが公開されているということは、5月20日に返済がなかったということです、ね。なかった。攻撃はしないけど、さすがにネタにさせてもらいますよ。どうなの？笑い話としてね。じゃあ、そろそろですか？もう、まあ、そろそろ来ると思うんで、じゃあちょっと待ちましょう。はい。あ、お疲れ様です。あれ、お二人。お疲れ様です。ちょっとカメラ回しちゃってるんで。山崎くんは真ん中から。山崎さん、今日二人で来たんですね。今日はね、ちょっと相談があって。はい、ということでストックさんのトリアさんと、はい、山崎です。山崎さん、はい。まあ、ストックさんのトリアさんは先ほども紹介したんですけど、まあ、僕の元上司にあたる人で、ストックさんの利益ランキング前期3位。3位です。まあ、バキバキの動画編集者上がりの現在 YouTube マーケターということですね。まあなんか2年前に出たからちょっと久しぶりの感覚。あ、そうですね。このチャンネル2年前で出ました。出てたんですね、うん。結構伸びてましたね。ゴリラマーケターみたいな感じで。あ、そう。どういう人？徳さんのゴリラみたいな、はい、まあ、今でもゴリラですけどね。2人ともなんか動画編集者上がりで YouTube マーケターになってるっていう、しかも社会人経験なしというか、新卒フリーランス。そうそうそう、大学院生ですよね。いや大学院じゃなくて、そう、留年とか休学してなんだかんだ2年遅れて。なるほど。24歳でまあ卒業って感じで、僕も大学6年間あったんで、うん、だから結構近い。近いですね。だから大学時代に動画編集者から始めて、ストックさんとこう絡み合って YouTube マーケターとして成り上がってきたと、うん、青笹さんの直の上司。上司です。青笹は足は育てた。それ一生言えるのいいですね。だからもうほんと吹聴しますよ。青笹、わしが育てた。山崎さん。はい、山崎です。今日なんかトリアさんが相談あるということ。いや、そう。まぁ、あ、ちょっと深刻というか、はい、まぁ、あ、結構まぁ悩んでまして、はい、山崎さんが今僕の、まあ、編集者ですね、うん、まぁ、あ、部下という形でやらせていただいてるんですけど、経緯としては、年収チャンネルのキャリアコロシアムっていう、はい、なんか独立志願者と受け手側をマッチングするみたいな企画で、うん、なんか僕がちょうどその時司会に出てたんですけど、うん、山崎くんが編集者で独立して、はい、でディレクターになって PM になっていきたいっていうことで、はい、あ、まんま僕と同じキャリアじゃん。同じように、はい、そう、全く同じように考えてたので、まあ、採用したんですね。で、まあ僕がまあ15万円分をまあ発注していきますよっていう風に、うん、まあ、なったんですけど、まあそれは本当1ヶ月ぐらい前の話 で、うん、で今ちょっと育ててる段階なんですけど、うん、まあ、結論、あの編集レベルがやっぱこう追いついてないっていう、あ、うん、で、もともと山崎くんがインスタとか、はい、いわゆる縦動画に特化というか、うん、まあ、縦動画の編集をやってたから横動画もいけますよみたいな感じでなんか僕は思って発注してたんですけど、うん、まあ、やっぱりなかなか横動画のレベルに追いついてないっていうところで、あ、まあ、結構さてどうしたことかと、ちょっと困ってるというか、山崎くんの今後どうしたらいいのかっていうふうに、まあ、悩んでるっていう状況です。気まずいですね、山崎さん。今平たく言えば採用ミスした。どうしようと言われて結構厳しいですね。でも一応だから後輩の僕が動画編集した育成の授業やってるから、 うまいことないかみたいな。そうそう、育成に関してはもう青笹側もあった時プロなので、うん、青笹を作ったトリアさんがもう一番のプロじゃないですか、そこに関しては。いや、そうなんですけれども、ちょっと未経験レベルから編集者レベルっていうよりは、うん、編集
集者をディレクターとか、うん、編集者をいわゆるそのフロントに立たせていくみたいな、こっち側結構得意なんですけど、はい、ガチガチな編集者にしていくみたいな、そっち部分はどっちかというと多分青下さんが得意だと思うんです。鳥谷、うん、さん、あの僕みたいな圧倒的天才を育てることしかできない。そうなんですね。だから僕もどっちかというと独学なんですよね、正直。動画編集においては、そうなんですね。できない人の気持ちがちょっと分かりづらいっていうのは正直あって、同じ天才側の人なんだ。山崎さんはどういうキャリアなんですか、これまで。今おいくつなんですか。今23ですね。23、はい、高校卒業ぐらいから追っていくと。あ、そうですね、専門学校卒業後正社員で1年だけ働きまして、うん、でその後にフリーランスとして独立したような次第で、はい、その動画編集歴みたいなのは。動画編集歴でいうとトータルだと4年ぐらいやってて。どういう経緯で動画編集始めたんですか。もともと18歳の頃にですね、僕もともと筋トレしてたんですけど、そういうのやっぱこう見せるっていう意味で、単純になんかこう趣味でこう編集してたような感じ。え、一緒じゃないですか。全く一緒。キャリア聞いてて、いや俺やんと思ってこれ視聴者わかんないと思いますけど、トリアさんも大学生の頃にトンペイフィットネスっていう YouTube チャンネルやってて、筋トレ系 YouTuber だったんですよ、トリアさん。でそれで編集のイロハを身につけて、チャンネルで自分がオーナーで稼いでるって難しいじゃないですか。だから受託の道に切り替えて成り上がったって感じなんですよ。一緒っすね。一緒です。この右側だけ幅おかしいです。そうそうそう。俺痩せて見えるから。めちゃくちゃちっちゃく見ますよ、画面越しで見ると。でその筋トレ系 YouTuber みたいなやつなんですね。じゃあそうですね、はい。その後どういう感じだったんですか。それで正社員でそのトレーニングジムで働いてたんですけど、うん、その時に店舗集客したかったので、うん、そこで実際 SNS を始めて、マス受けするような言葉を使ってちょっとこううまく集客していったっていうような次第になります。どんくらいフォロワーができたんですか。それでフォロワーは自体は1000いかなかったんですけど、 YouTube ですか。インスタと TikTok です、はい、なんですけど、店舗に要はお問い合わせ来てくださる方は3人ぐらい毎月いたような次第 で、ね、それ再生を取れてもファン化までいかなかったんで、はい、他のこうアクションで DM だとかで、うん、そこでうまくこう交流して、まあ、店舗まで来ていただいたっていうような。なるほどね。あ、じゃあそういう背景でインスタ、TikTok メインで、まあ、動画の投稿活動をしてたってことですね、はい、4年前から、はい、ジムで働いてた期間しか動画編集やってないんですか。あ、そうですね。あれ今2年ブランクがあってって感じですか。あ、今は、もう運用代行として活動しておりまして。あ、そうなんですね、はい、クラウドソーシングで案件いただいて、うん、編集だったりとか運用だったりとか。あ、じゃあ4年間ずっと動画編集やってたんですね。やってます。歴は結構ある。なるほど。だけどインスタとか TikTok メインでやってきたから、ちょっと横弱には耐えうらなかったと。はい、トリア先生のお眼鏡にはかなわなかったわけですね。いやいや、これちょっと素人側なんですけど、その横尺と短尺とか縦っていうのは そんなに違うものなんですか。違うんだよ。説明してほしいですね。縦尺ってのは縦だね。いや、浅いな。はい、縦尺ってのはどちらかというと、こう結構いろんなテロップ使ったりとか場面転換も多いし、視聴維持率ってものを担保する上では意外と縦尺の方が難しいと思ってるね。はいはいはい、はい、で横尺は割とひたすらテロップつけていくだけみたいな。で、まあ、ところどころ演出入れるんだけど、だから基本的には横尺より縦尺の方が難易度は高いはず。あー、で言うとちょっとおかしくなってますね。どういうことなんだろうとは思ってるけど、まあ、横尺慣れがないのもあるかもしれないし、まあ、横尺も横尺で結構そのテロップの言葉遣いとか間があと2フレームちゃんと詰めてくれよとか、はい、長尺だからこそ詰めなきゃいけない部分みたいなのもあったりとかして、まあ、そういうところがまあ詰まってないのかなっていう予測。じゃあちょっと青笹の師匠として補足いいですか。はい、横動画は結構長いんですよ。まあ、当たり前なんですけど。弟子は縦やし横は横長いって。何なんですかそれは。めっちゃ浅く聞こえるかもしれないですけど、縦動画って要は1分尺以下じゃないですか。で横動画ってまあ今だと本当10分以上とか当たり前で、何なら20分30分となってくると、まあ、例えばやっぱ単純にこの Adobe プレミア内で編集していくにあたって、20分の動画チェックするのと1分の動画チェックするのってなんか20分の1ぐらいの工数かなと思うんですけど、そうじゃないんですよ。もっと工数がかかるんですよ。ミスが多いってことです。そう、ミスに気づきづらくなるんですね、1分動画と10分20分動画って。単純なその1分ぐらいの尺だったら、まあ、ミスなしでできてた人でも10分ぐらいの動画になって、あ、誤字めっちゃあるじゃんとか、演出ミスあるじゃんみたいな、いわゆるそのなんか編集筋力って僕は呼んでるんですけど、うん、編集する上での、まあ、本当なんか細かいところまで詰めて最終的にミスなしのものを提出するっていう、ここの部分の筋力が足りない人はアウトプットまで至らないっていう感覚ですね。筋いります？いらない。編集力じゃダメなんですか。まあ、そこのなんか粘り気みたいなところを含めて、粘り気を出したいから筋力なんです。筋力で今作った筋力なかったんですね。あ、なかった。ちょっとひとまずそのアウトプット物見たいですね。横尺のちょっと見ていいですか。はい、はい、
いやいやさあ、読みすずあるあるっすね。まあ、ミスってほどではないんだけどね。でも見た目でちょっと俺判断しちゃうとこある。いやいや、いや、ガタイ。ガタイいいから、まあいけるっしょ。まあでも編集者結局ガタイ説ありますからね。ガタイが良くて、やっぱ一定の地頭あれば、まあ結構やりきれるんだけど。でも今の話の感じだと、やっぱりその、打たれ強いというか。いや、そう。うん、いや、まじ、縦と横の違いはそこかもしれない。横はね、もう打たれ強さ。そう、打たれ強さ、マジで。こんだけ完璧にやったと思ったら、なんか5個ぐらいやって、ああみたいなのも結構あるあるなので、そこでもう、いやいや、まだいけるぞって頑張って、もう5回でも6回でも修正し直して出し切るって心打たれ強さがないと無理ですね。わざわざ連れてくるっていうことはやっぱりその見込みというか将来性を期待してるみたいなところがあるんですか？まあまあそれはありますね。てか全く同じだったんで、だって筋トレやっててそれ編集やって、で今編集者がディレクター PM に上がっていきたいって、いやまんまわいやないかこれはもうね、目をかけるしかないでしょっていう。じゃあそろそろ来ましたね、はい、じゃあチェックしていきますか。とりあえずも一緒にチェックしましょう。はい、まあじゃあ縦動画からまずチェックしていきますかね。デザインが鬼ダサいっすねまあまあいきますか。関節が硬いと痩せません。今すぐ解消ふにゃふにゃエクササイズをご紹介いたします。いや、縦動画で冒頭5秒間で場面転換ないのは離脱しますね、確実に。関節がガチガチに硬くなってしまう一番の原因は、あと画角も悪いっすね。なんでこれ下から撮ってるのかっていう。長時間座っていたり足を大きく動かさないことが原因で股関節が動かない時間が長くなってしまう。縦動画はとにかく視聴離脱されやすいんですよね。だから同じ種類のテロップ使わないとかアニメーション加えるとか絵に動きがないとダメなんですけど、これだとダメですね暗いしね、そもそも、うん、まあ縦動画はこんな感じでいいでしょう。これはちょっとクオリティが低いと。ソフトウェアの使い方が分かっているという段階ですね。縦型動画編集ができるという段階ではないと。プレミアいじれるっていうそのレベルかな、これだと、うん、動画編集なんて無料で勉強できるじゃんみたいなあるじゃないですか。ソフトウェアの操作方法が分かるんですよ。編集ができるようになるわけじゃないんですよね。このテロップこういう風に出すべきだよねとか、間をこうするべきだよねとか、そういう話が YouTube 動画編集をするということなんで、自分で YouTuber やってた人は結構いけるじゃんと思うかもしれないですけど、それもまた違くて、企業レベルっていうのだと求められる基準が変わってくるんですよ。僕も最初あのストックさんのテスト案件受けたんですけど、27回ぐらい修正もらいましたね。僕あの1万文字でしたよ、トレアさんから最初来た1万文字レポートかっつって目を疑いましたよ。怖すぎる。ストックさんやっぱ厳しいですけど、現場の最高峰のレベルと俺動画編集できますよのレベルは乖離があると。あの青笹ですら1万文字の修正指示が飛んできます。それどういう気持ちだったんですか？なんかの間違いかと思ったちょっと横欲しいですね。横ないですかね。はい、アルバイトチャンネルメモです。これ出るタイミングちょっと遅くないですか？はいのタイミングで本来出なきゃいけないところが出てない。アルキリです。本日は読売ランドでアルバイトされていたおばさんに来ていただきました。よろしくお願いします。大きくないですか、こっちの方が。若干ちょっとテロップがずれてますよ。ずれてる。ここずれてます、ね、なんか気持ち悪い。読売ランドは遊園地で合ってます？遊園地です。遊園地です。テロップの出方とアニメーションの出方気持ち悪くなかったですか？遊園地です。なんかこれアニメーション入ってます。座布団ごとアニメーション入ってますよね。まとめて入ってるわ。不思議だね。これはちょっと違和感。遊園地です。そうですね。だから左から白座布団出てきて、うん、で右から白青座布団出てくる。これは確かにおかしいね。イラスト屋の画像とテロップの出てくるタイミング若干ずれてます、うん、いいです。ちょっとすみません、僕は読売ランドに行ったことがないのであれなんですけど、どういう遊園地なんですか？地元の人とかだったら毎年何回も行くみたいな。へえ、じゃあ愛される感じの。マイクの音声入ってます？カメラの音声入ってない。最初はそうですね。それでやってしまって、絶対カメラ音声オフにしないとマイクの音声と、まあ、被って変な感じになるから、うん、あとダイナミックもつけ忘れてる状態です。これ音が全然ダメですね。初心者あるあるなんですけど、音への意識が全くないっていう。字幕と映像がちゃんと映ってればいいやみたいな感じで、音に対するこだわりがないからストレス溜まる、動画になって離脱されっていうのはあるあるですね。 YouTube 動画編集って音大事なんですよね。音でめちゃくちゃその動画の伸び変わってくるんで。あとこの季節だとイルミネーションやってるので、なんか若干このアニメーションが出るタイミングも毎回気持ち悪いな。あとこの季節だとイルミネーションやってるので、アニメーション若干遅いですね。3フレームぐらい遅い、うん、今動画の尺何秒ぐらいですか？今33秒。まだ33秒で、今このイラスト残ってんのも超違和感ですね。話終わったのにそのイラストが残ってるってなんか違和感しかない。この季節だとイルミネーションやってるので人気ではあるんじゃないかなと思います。なるほどですね。ビューティーは行ったことあるの？ないんですよ。行ってみたい。クリスマスに読売ランド。ぜひぜひ。ぜひぜひ。ああ、なんか。この特殊テロップキモいな。キモいっすね。縁がでかすぎますね。完成動画の特殊テロップに近づけられてないよね。全然。こんな感じじゃなかった気がするから。いる？
演出するんであれば10秒弱ずっと同じ画角なんで演出してる意味ないですね。ね、読売ランドのバイトの話を聞いていきたいんですけども、何をしてたんですか？アトラクションスタッフ。はい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 。乗り物の操作したり、お客様に注意喚起じゃないですけど、説明をしたりとか。はいはいはい。他どういうバイトがあるんですか？夏場だったら売店があったり。夏場だったら売店がありのラと売店の間集めてもいいかもしれないですね。ちょっと空いてるんでね。ジェットカットがちょっと甘いね、うん、全体的に甘いですね。カットだったり、はいはいはい、迷子センター、うん、アトラクションスタッフは、はい、このアトラクションここもまあ全然詰めていいですね。一、うん、人人アトラクションだけだと思います。あ、そうなんですね、まあ、あとは欠員が出てヘルプで飛ばされたりとか、はいはいはい、どういう業務をしてるのかっていうのがいまいちイメージついてないんですけど、はい、ピッてボタンを押すだけ、うん、基本的には同じ感じじゃないですか。間が全体的にダメなのと、音がダメなのと、テロップのタイミングがずれてたりとか、アニメーションのタイミングずれてたりとか、イラストのタイミングずれてたりとか、そこの部分でかなりまだまだ甘いなっていう、まあ、印象なので。公開添削的に言うと、な A ですか、 B ですか、 C ですか。 C かな。ピクチにテスト案件をチェックしてもらった時の諸行に対する修正文章みたいなのもあって、あ、それみたいですね。それもね、ちょっと載せて。これ1万字1万、いや1万字はなかった気がする。じゃあ青さんより。マジやばかったよ。最初の案件、トリアさんがパツってた時のピンチヒッターだったのよ。年収チャンネル史上、まあ、最もめんどくさい編集だったと言っても過言ではない。いや、よく覚えてる。マイクごとに声をモザイクかけなきゃいけない。見バレしちゃダメな人だから、声編成しなきゃいけなくて、で顔も隠さなきゃいけない。撮影トラブルで一人マイク切れてるみたいな、カオスな素材をしょっぱな担当してかけるっていう。トリアさんパツってるから超ドライなのよ多分あれ、俺そんなドライだっけ。ドライっすよ。あ、そうなんだ。それは失礼したわ。心が折れかけてたんだよそのゲストが編成処理しなくてよかったんですよね、初めは。出したら、あ、やっぱ顔隠してくれと。いや、顔隠しまして。出したら、やっぱ声変えてくれみたいな。しかもそのゲストの確認も超遅くて、うん、公開3時間前とかに、あ、やっぱここ修正してくれみたいな。3時間前。いや、ほんとその感じです。3時間前に来て、こう来て、こう来て、まずい、うわーって地獄案件でしたね。青笹の起業してからこれまでの中で、まあ、一番しんどい時期だった起業史上一番一番しんどい時期だった。でもそれでやっぱ俺、青笹ってすげえなと思って、こんだけ急に入ったのに全部対応してくれるっていうので見る目変わったって。うつ時代ですか。その時代の話だね。僕ら以外ほぼ全員うつになっていなくなったっていう基本的にちょっと LINE を見てもらえば分かるんだけど、結局マニュアルを守れてないっていうのが MA とかね、MA っていうのは音量調整、うん、山崎さん的には弁明のチャンスというか今喋っとかないともうこのまま本当にそのまま進んじゃうんですけど大丈夫ですか。僕的にはですね、ちょっと一個弁明したいところがありまして、うん、先ほどお話しされてたようにショートしか来てなかったっていうところが一個あります。すみません、弁明とか言い訳です、まあまあ、その音量調整とかっていうのも基本的にはもうダイナミックとか使わないで適当にピピピって増やして、あれオーディオゲーム、あ、そうです、うん、でスマホでだいたい3メモリぐらいの音量ある状態で綺麗に聞こえたら OK みたいな感じでやってたんで、うんうん、あ、スマホで聞いてたの。そうです。自分が YouTuber として動画をやっているか、組織としてクライアントの動画を編集してるかの違いで、組織としてクライアントの動画を編集するってなるとやっぱ統一されたルールでやんないと、この人はオーディオゲインで細かめに調節してるみたいな、でこの人はオーディオトラックミキサーで調節してるってなると、もう最後修正するときカオスになるのよ。どうなってんのみたいな。その編集グループ作ったときに一番最初に出したルールがネスト化の禁止。ネスト化ってあのまとめるやつでしたっけ。で自分一人で編集する分にはめちゃくちゃ便利な機能、めっちゃ便利なんだけど、組織として当たるときにネスト化使われちゃうと、このテロップどこあんのみたいな。チームでやるときはダメなんですね。これがね、やっぱ難しいところなんだよね。僕も自分で YouTube やったときはもうネスト化しまくってみたいなこと、まあ、基本自分だったら全然いいんですけど、結局なんでそれをやんないかっていうと、結局ディレクターが巻き取るんですよ。やっぱ間に合わないとか、うん、さっき言った3時間前に修正送られてきて編集者出張ってるみたいなってことになったときに、ディレクターが結局巻き取るんで、その時に巻き取りやすいようにしておくっていうのが大事って感じです。チャットコミュニケーションとかもそれに最適化してんだよね。こう毎回毎回プロジェクトマネージャーって言って、その編集できるファイルにして共有するみたいな、まあ、YouTube の限定公開とかで確認するんだけど、それでもう最後やばい、このミスすぐ修正してクライアントに出さなきゃって時にプロジェクトマネージャーが共有されてないと、またそこでやり取り発生しちゃう。プロジェクトマネージャーがあれば自分でも編集できるんですよね。そうそうそう、プロジェクトマネージャーがあれば編集できるのよ。だから初稿確認出しの時点からのチャットのルールとして、 YouTube 限定公開リンクと書き出した MP4 とプロジェクトマネージャーは3点セットで提出してみたいなルールもあったりとかする。そういうのも動画編集者として学ばなきゃいけないことだったりもすると。チームでやるってなったらそういうことを徹底しないといけないんですね。意外とね YouTube 動画編集も奥深いですよね。これ弁明1が終わ
りましたけど、じゃ弁明に行きます。また言い訳がましくなるんですけれども、うん、今まで先ほど言ったようにあのプレイヤーとしてずっとやってきてて、うん、まあ今案件としてクライアントさんもいらっしゃるんですけど、うん、山崎くんそのまま出してくださいよと動画を、うん、確認いらないんでもう任せますっていうのがよくあったんで、うん、今浅瀬さんが言ってたような、うん、個人でやってたようなこと変わらないんで、ちょっとそこも分からなかったかなっていうところ、うん、はい、実際にそのフィードバック受ける環境がなかったなかったですね、うん、実際動画編集者としてスキルアップしていこうと思った時の一番の壁はフィードバックを受ける機会、これ全くないのよ基本的には。だからスクールに通ってもやっぱ教わって終わりじゃん。でこれってよくよく考えたらおかしな話で、数学勉強するときに解きました、丸付けしないで数学力上がりますかみたいな話を、動画編集も習って動画編集してみて、ああでもないこうでもないって修正をもらうことによって編集力上がっていくわけ、これがね得づらいんですよこういう環境が。えてか他のスクールってフィードバックもらえないの？動画編集キャンプもアフタースポットに入ったらもらえるんですけど、アフタースポットに入らないともらえなくて。じゃあ道場プロはもらえる？道場プロはもらえます。あ、そうなんだ。で他のスクールももらえないところも結構あるみたいな。そうですね、あの多いです。実案件ディレクターのバシバシの元でやるしかないってことですね。ちょっと分かんないとことか、初心者にしても明らかに変だろみたいなところは修正もらったりとかもするんですけど、基本100個ぐらい出るからね。そうですね、100個。いやもう100個出ますよ本当に。ディレクターもめちゃくちゃ大変で、めっちゃ文字打つの疲れるんで、もう検証になりそうっすね。いやこれ昔株本さんに怒られたことがあるんですけど、株本さんに確認出しした動画が修正指示が2個あったと。お前なんでこんなのも見つけらんねえんだよ、怒られて、100個あるうちの98個潰したんすよって。もう大変なんだよこっちはっていう。青さんも怒られたりするんですね。いやしたした。これも持論なんですけど、100個あるうちの98個を直す工数と残り2個の、まあ、修正工数ゼロにする工数って意外と同じぐらいで、 そうその2個のミスを見つけるのってめっちゃ大変なんですよ。要はもう98個直しきってるから、うん、もうほんとずーっと動画見て、うん、ある意味ゲシュタルト崩壊。いやそうそう。でも10分尺の動画も20回ぐらい見るから、ひどい時はバグってくるんですよ。だからその2個がほんと見つけられないんですよね。まあ、だからやっぱ AD とかアシスタントディレクターって形で、まあ、複数人つけて、まあ、新鮮な視点で見てもらうと意外とパッと見つかるみたいな、そういう感じで今は体制としてやってます、ね。うん、多分山崎さんの問題はプレミアプロの触り方は分かるけど実案件のレベルではない。でその理由はそういう実案件レベルのフィードバックを受けたことがないからだというところで、いいサービスがあります。うさんくさ急に。ストックさん動画編集道場プロと言います。さっきちらっと名前出てたんですけど、受けてもらうってことですか？それを受けてもらいましょう。はい、元々ストックさん動画編集道場プロの成り立ちも今のストーリーとつながってて、トリアさんから1万文字の修正指示をもらってると。トリアさんもストックさんに入ったばっかの頃はめっちゃ修正指示もらった。そうそう、27回修正もらいました。初稿で、うん、切れかけましたからマジか、俺筋トレ YouTuber で5年ぐらいやってたんですよ、うん、みたいな。俺も半切りだったよ。だって俺その案件終わった後に年収チャンネルの編集マニュアルの改善を提案してるから、マニュアルが悪いんじゃないかって。27回修正もらって、これマニュアルがないのがおかしい。マニュアルなかったんですよ当時。もうほんと 5,6 年前とかもう昔の話ですよ、うん、一人一人のディレクターからの降りてくる修正も違ってたから、うん、解釈が全然違います。そうそう、これおかしいだろって思って僕がマニュアル作ったら、今度は青さんがそのマニュアルにケチをつけた。マニュアルが分かりづらいよ。必死の思いで作ったのにね。そうやってストックさんの編集力っていうのは英知の結晶として気づかれてるわけよ。マニュアルがない時代からマニュアルが作られ、マニュアルが分かりづらいよつってマニュアルがアップデートされ、でまずそのストックさんのノウハウってものもだいぶブラッシュアップされてきたと。プラス僕らは幸い先行者利益もあって、お金をもらいながら教育してもらえたと、ボコしていただけたんですよ、トリア先生に。だってそんな1万字送るってすっごい労力ですもんね。普通に1時間以上かかってましたね、1本の動画の修正し。よく考えたらおかしな話で、お金もらいながら教育してもらってると。確かにこれが受注者にとっても、まあ、しんどい。なんでこんな修正指示くらなきゃいけねえんだよ。確かに、あの最初はなんかめっちゃはいみたいな感じで直しますって来たのに、なんか 5,6 回修正指示出すと了解しましたね。ちょっとあれこの人キレてないんだよ。正直ディレクターにとってもしんどいんですよ。だってお金払ってんのに何回も修正指示を送らなきゃいけないわけだから、教育しなきゃいけないし育てなきゃいけないと。そういった成り立ちの中でできたのがストックさん動画編集道場プロ。まあいろんなスクールがある中で編集ソフトは触れるけど、往復回数によって編集者って育つよねっていうのがあって、それをサービス化したんだよ。今から受けてもらうっていうことなんですか？そうです。ストックさんの編集者も昔はもう大量に採用して、そこからまあどん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 編集者が離脱していくと、半切れしながら7往復とかして初案件終わりました。それでも食らいついてくるなんかよくわかんない筋肉みたいなやつばっかが残って、なぜかストックさんの動画編集チームは筋肉系が多いんだけど、それはなんか 3,4 本ぐらい納品していくと結構整っていくのよ。あ、修正指示減ってきたなみたいな。それを疑似体験してもらうのがストックさん動画編集だと。山崎さん実案件何件今までこなしてるんですか？横動画はリアルで1本ですね。じゃあもう本当に今
今始めたばっかりみたいな。あ、そうだから本当にアドビが触れるぐらいですね、うん、横に関しては2週間ですか、8週間8週間のサービスなんです、ストックさん動画編集ドットコム。8週間地獄を見てもらいます。え、それは大丈夫なんですか。あ、全然嬉しいですね、むしろ、うん、ド M なんですよ、筋トレしてる人って。トリアさんもだと思うんですけど、負荷かけるのが好きだけど仕事筋トレだと思ってるなんかやっぱ今日負荷かかってるな、これは成長しそうだなみたいなストックさんの動画編集チームそういう人ばっかすからね、本当に。そんな筋肉多いんですか。筋肉か M か。今の年収チャンネルのディレクターの東くんとかもだいぶ M だからね。まあ、だいぶ M っす、ね、嬉しいって言いますよ、負荷かけられると。パワハラされたらありがとうございますみたいな怖いな。当時の僕らが受けた圧倒的パワハラ、それに圧倒的成長、それをサービス化したのがストックさん動画編集道場プロなんで、それをぜひ山崎さんに向けてもらえればなと。はい、ありがとうございます一応ちょっとわからない人のためにもう少しだけ、なんかどういうことをこの後していくのかみたいな、ざっくり年収チャンネルの素材があんのよ。まあすでにそれ公開されたものなんだけども、いやそれを最初カットだけやってくださいねって渡すと。ストックさんの現ディレクターが一応講師やってるから、もう本当に現場レベルでボロボロにフィードバックするんだよ。だいたい50個ぐらいあります、修正数。あの素材1分ぐらいなんだけどね。1分で50個 ?1、2秒に1回修正あるみたいな。でカットだけで戻してもらう。で次テロップでそれも往復する。で BGMSE 往復するみたいな感じで1本まず完成させて、で2本目3本目4本目徐々に、じゃあ丸々1分ねみたいな、じゃあ丸々1本ねみたいな感じで徐々に地獄を見てもらいながら当時の僕らは本当に実案件だったから、初っ端から10分尺の動画で納期も迫ってるし、もうやばいみたいな、カオスな修正指示が飛んでくるんだけど、それはきついだろうと、教育サービスとしては。だからカットはカット、テロップはテロップ分けて1回修正指示が飛ぶようになってて、でそれが終えたら一応次カオス編で、次カオス長尺編に入っていくと。動画教材みたいなのもあるんだけど、動画編集ができる人っていう前提のサービスだから、ショートカットとか動画編集できる前提で一歩踏み込んだ教材はいろいろ入ってはいるんだけど、まあどちらかっていうとサービスの価値っていうのは往復、現ディレクターに自分なりに編集した動画を採点してもらってボロカスに言ってもらえると。でチャットコミュニケーションとかもそうなの、動画だけじゃなくて提出する時のコミュニケーションの仕方とかもボロカスに言われるっていう。チャットは今どうなんですか。チャットは全然悪くはないんですけれども、ただ僕はやっぱ編集した時代それこそ新卒フリーランスだったので、上司とかクライアントに対してどういう文章で送ったらいいかとか全く分かんないですよね、うん、恐る恐るやってなんか調べて敬語みたいな感じでやってたんですけど、そういうのをバシッともう言ってくれたら、書いてあったら、まあ、それだけでまずその後の工数も減るじゃないですか、うん、細かいところでの工数とか時間をいかに減らしていくかっていうのが編集者とかディレクターにとって大事っていうのはあります。そう、しかもさっきも言ったけど、組織として当たるっていうのもやっぱミソで、敬語とかだけじゃなくて組織としてやるからこそのチャットコミュニケーションもあったりとかするの。初っ端から3点セット送れとか、そういうのも結構勉強になるんで、視聴者の皆さんも動画編集者として駆け出しとかで、なんか自分なりにいい編集してんだけどクライアントの評価あんまり上がんねえなみたいな、なんか低単価だなずっとみたいな思ってる人は、おそらく自分の思ってるできてるっていうレベルと、単価1万円とか 1.5 万円とか2万円とか、まあいいものだと4万円とかの案件の求められてるレベルってものが乖離してると思うんですよ。そこを埋めていくのがストックさんの動画編集。いやでもこれ山崎さんかかってますね、どんだけそのサービスがいいのかっていう。あ、そうですね、そうですねっつって投票しとしてるんですかね、メンタルの強さ感じ任せてくださいみたいな実際なんか生徒の評判も良くて、僕のチャンネルでも何個も何個も対談上げてるけど、単価の上げ方って結局ここなんだよね。営業の仕方変えましょうとか、営業先どうこう工夫しようとかってもう全然本質じゃなくて、もう本当にいい動画編集できるようになると、自分なりにできたけど初心者だよねみたいなレベルから、ちゃんと現場の最高峰レベルになっているってことが結局単価上げてるから、面白い具合にみんな単価があるの。低単価で困ってる動画編集者はぜひもう山崎さん見ててほしい。もうこの動画で受けろとは言わないから、まあ、気になる人は一応概要欄に貼ってあります。ストックさん動画編集道場プロの説明会は概要欄に貼ってありますけれども、この動画で信じた人はぜひどうぞ。まあ信じない人も多いと思うんで、あとはもう山崎さんが証明してくれます。だから山崎さんが証明したらもう全員概要欄から説明会申し込むんじゃないかなと思っております。そしたら全員申し込むことになるんですけど、うん、よろしいですか。ごめん、あのどういうコミュニケーションそれ小泉進次郎公文かと思った。あの、ね、妙に自信あるから、そこはなんか本当すごいと、うん、でもストックさんっぽいっすね。僕がその立場だったらもうちょっと今日喋れないですもん。確かに全然緊張しないよ。いや、めっちゃしてますね。してるんだ。はい、だんだん兄弟に見えてきましたガタイだけやろ。じゃあそんな感じで今後も山崎さんの進展を追っていくんで、ぜひね皆さんも今後のこのチャンネルでの山崎さん楽しみにしていただければなと思います。あ、おさ頼むわ。菊池くんです、担当者は。じゃあそのわけでこうご期待。この動画を見てね、動画編集に興味を持った皆さんはですね、概要欄から僕の公式 LINE を登録してみてください。稼げる動画編集者と稼げない動画編集者の違い、動画編集のパソコンの選び方、動画編集のソフトの選び方、最初の1年の稼げ方、月5万に達する方、月20万に達する方、月50万に達する方、月100万に達する方法を無料でプレゼントしています。これ無料なんですね。なんと無料なんですよ。なんで無料なのに皆さん取りに行かないのって思っちゃうぐらい本当にめちゃくちゃいい情報を発信してるんで、ぜひ皆さん受け取ってください。無料な情報を受け取らない人って本当に何なんですかね、なんでって思うんで、皆さんぜひ登録してみてください。登録したらですね、毎日毎日その後もプレゼントだけじゃなくてメルマガが届くんで、毎日読むようにしていっていただければ
ければ幸いです。でもう一個ね、公式 LINE があります。それが動画編集キャンプの公式 LINE です。こちらはですね、説明会を毎月やってます。動画編集キャンプは何かっていうと、土日2日で動画編集スキルを身につける超短期のスパルタスクールなんですね。全国の校舎に土日2日だけ来てくれれば、月曜日から現場レベルの編集者になれるというオフラインのサービスです。短期間で動画編集スキルを身につけた方、ぜひ検討してみてください。概要欄にある、ね、リンクから説明会の情報を受け取ってください。これが2つ目の公式 LINE、 青括弧動画編集キャンプ主催の LINE ですね。青の公式 LINE と動画編集キャンプ主催の公式 LINE、 この2つを登録するとなんとこんだけのものがもらえます。ドドッと、すごくない？2つも登録してね、皆さん2つも登録するのが大事。青の公式 LINE は毎日毎日有益な情報が発信されるよと、動画編集キャンプの LINE は動画編集キャンプの説明会の案内が受け取れるよっていう感じなんで、そういう感じで使い分けてもらえると幸いです。あとですね、もう1300人以上の人が案件を獲得している青の案件獲得コンサルというサービスがあります。こちらはですね、動画編集スキルを身につけたけど仕事が取れないとか、動画編集スキルはなんとなく無料情報に触れたけどがっちりしたスキルになっていないとか、そういった方に向けたオンラインのサービスです。ちょっと動画編集触ったことあるかなっていう人が8案件を獲得するまで10日でいけるよと、僕らの指示に全部従ってくれれば10日後に現場レベルの動画編集スキルに切り替わって営業方法が分かってしまう、だから案件が取れてしまうと、そういったサービスになっております。こちらもめちゃくちゃ好評なんで、ぜひ概要欄から販売ページ申し込みページをチェックしてみてください。だから皆さんチェックすべきは青の公式 LINE、 動画編集主催の LINE、 こちら2つを登録した上で案件獲得スクールのページを見てみると、俺どれが合うのかなというふうに見ていただいて、どれか申し込んでいただけたら幸いです。というわけで今回もありがとうございました。いいなと思ったらグッドボタン、悪いなと思ったらバッドボタンよろしくお願いします。勉強になったなとか、これどうなのっていうふうに疑問に思ったことはぜひコメント欄にアウトプットしてください。めちゃくちゃ嬉しいです。その中で今回は以上です。ありがとうございました。